はい、どうもふむむチャンネルのふむむです。今日はですね、ちょっと相方が、英語に行こうっていうことで、行ってきました。で、見てきたのはまあね、もう終わりになっちゃうんですかね、記憶にございませんという三谷幸喜さんのですね、監督の作品ですね。まあ三谷作品ですから、まあ面白いのは分かってましたけど、なかなかね、安定して面白かったです。この永井貴一さんもね、主人公ですけど、総理大臣役っていうことで、もうこれは何ていうんですかね、もう安定して面白かった普通にですね、ネタバレしちゃうからあんまり言いませんけど、まあ見ても損はしないですね、普通に。あんまり会場の人いませんでしたけど、クスクスっと笑うね、声が周りから聞こえたりしましたから、結構面白いんじゃないでしょうか。はい。でね、相方がご飯も食おうってことで、実はここにペッパーランチですね。このお肉たっぷりビーフペッパーライスですか。あんまり行ったことあるらしいんですけど、私記憶にほとんどなかったんですけど、すごいですねこれね。何がすごいかっていうと、まあ後でちょびっとだけ動画あるんですけど、重いこれすごい重たさです。大人じゃないと無理ですねこれ。持ってくのジュー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 しちゃってて、でこれもうお肉がジュージュー焼けてますから煙がすごくてね、まあ、セルフなんで、行ったところがテーブルのところまで持っていくのがね、かなり遠、ちょっと遠かったんで、いやー倒れたりね、周りの人にぶつけないようにするのが大変でしたね。これとなおかつジュースも無料でついてたんで、ほんと結構重いですね。で、まあ、食べ方も正直よく分かんなかったんですが、これ かき混ぜて食べるんですね初めて食べました。ビーフペッパーライスですか、お肉たっぷりで、本当にね、その後ミスドでこれ買ってさあ帰ろうと。で本当に映画見てご飯食べて、帰ってきたんですけど、なんでかなと思ったらこれだったんですね。まあ相方はこの麦わら一味大好物グルメ万博って、これをこのなんか食べるとですね、このコースターがもらえるらしいんですよ。それでこれを食べようと。でこれ飲めばこれがもらえるということらしいんですねこれのためにまあ付き合わされたと。まあ私は生活費で食べられたんでよかったんですけど、まあなんか明日もねこれをもらいに行くと言ってましたから、すごい マニアの執念はすごいですね。ワンピースへのこだわり、ワンピースの映画も今ね5回見た、5回目かなって言ってましたから、まだやってんのかしら、とにかくねすごい執念でございます。これですね、これユニも市原店って、ちょっとこの間災害があった近くだったと思うんですけど、今日は結構混んでました。はい、今日はこんな感じでですね、で今回行ったんで、こんなのスターウォーズですね、スカイオーク、こんなのが
またこれもなんか面白そうですね、このね、ジュマンジ。昔、一回映画化されてるはずですね。これも見たいなって感じですね。多分 CG とかすごいんじゃないかしらと。あと、これはすごいですね、シティハンター。この顔がね、このサイバーリオとかがね、それとこの、ね、何でしたっけ、女の子ね、100トンも、これみんな外国側ですけど草刈正雄みたいですね、うん。まあ、見ないですよ。全物で。これフランス映画なんですかね。うん。ちょっと気になったんでもらってきましたけど。うん。はい。ちょっと気になりますね。なんか行ってみたくなりますね。うん。はい。はい。では、一応。あとね、最後に、ちょっとだけペッパーランチ。ペッパーランチのお肉の映像があるんで、それを見ておしまいです。それではさようなら、バイバイ。ペッパーランチ来ております。すごいことになっております。